西川ちゃんのおすすめ <laughs> 音楽で世界を変えたい。そんなコーナーです。<laughs> 今回も西川ちゃんのおすすめの曲を紹介していくんですけれども、今日はですね、そうでございます。えー、今週リリースになりました、えー、スプリットシングル、カウントゼロと、えー、スキャンダルとのですね、ランナーズ・ハイ。こちらがね、リリースになったばかりということでございますので、そのですね、スキャンダルの方のですね、 え、曲の方をご紹介させていただきたいなと思ってます。えっ、ー、と、年明けかなに、えー、ついこの間ですけども、地上波でもね、稲妻がオンエアになったりとか、まあ富テレビだけだったので、もしかしたら関東圏だけだったのかもしれないんですけれども、ギギッと2日分、あの、2日分のね、内容をこう、あのー、凝縮して、あのー、お送りしたんですけど1時間ぐらいだったかなうん。まあ、あのー、そこでですね、 あの、当然ですけども、スキャンダルちゃんも出てくれたりとかしてました。で、まあね、えー、付き合いもまあ長いっちゃ長いんですけども、まあ、同じメーカーね、で、スタッフも近いですし、ということもありましてですね、この度こういうような企画になりまして。まああの、えー、それぞれやっぱ、ね、あの、それぞれに、 同じね、モチーフっていうか、まあ、戦国バサラっていうゲームのね、モチーフにはなってるにも関わらずですね、やっぱこれこれ、まあ、アーティストのカラーが違ったりとか、アプローチが違うとこういう風な出来上がりになってくるんだな、というところが見えたりとか、まあ、しててね。あのー、そういった意味でも、聞き応えのある、えー、一枚になってるんではないかな、というところだったりとかしてますんで、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。まあね、えー そういう意味ではなんか確か春菜がまた舞台とか,なんか初めてやるとかっていうのもねあったりとかするらしいですしまあねそういった意味でもなんかまたね、えー、こういった絡みがまたできたらねいいなと思ったりとかしてますのでぜひともね曲の方もたっぷり聴いていただければと思ってます。